はい、おはようございます。今日は標準カメラで撮っていこうと思います。今日は意外と涼しいですね。なんか今日は気温がだいぶ上がりそうって話なんで、なんか今日はご機嫌が悪いみたいです。行かないの？今日はどうすんの？帰るの？帰るの？のお散歩は嫌そうみたいなんで帰ります。そんなに嫌やった散歩今日ご機嫌が斜めだね。はい、帰るよ。お外に降りたいのか。よいしょ。嫌な、そっちも着きました。とりあえずなんかくれるかな。ママくれると思う。期待して待ってはるけど。うふ、何もないで多分。残念やったね。何もまだママはくれへんで多分。意外とね、この白いカフェラテ好きなんですよね。意外と美味しいですよね。さっき、ゲリラ豪雨みたいなのがダーッと降ったんだけども、一旦止んでるみたいなんで大丈夫だと思うんで、今からあの心臓の方の病院に行こうと思ってます。これがいつも使ってるマスクです。このマスクね、結構使いやすいんですよね。耳も痛くならないしね。ここ狭いんだよね。狭いところをたくさん車が通る。意外と怖いんですよ。最近のお寺さんです。結構ね、モダンですよ。はい、みんな大好き王将です。昨日ね、餃子を2人前食べました。ここで今朝ね、白いカフェラテを他のところで、100円で買ったかな。ここ130円ですよね。はい、みんな大好き丸亀うどんです。最近行ってないな、丸亀さん。食べたいんだけどね。もうなんかお店の準備してるんだね。ね、いつもね、待ち合わせの時間よりもだいぶ早く来ちゃうんでね、時間が余ってしまうんですよね。今日も病院の予約入ってるんだけど、だいぶ早めに来たからちょっとね、時間潰して歩いてます。はい、病院着きました。とりあえずね、いつも行ってる散髪屋の横なんですよね。はい、到着です。結構おしゃれな病院です。最近ね、ここで唐揚げが、韓国の唐揚げがを売ってるらしいんですよね。で、ここのしゃぶしゃぶおかわりくんって長いことね、結構持ってるんで珍しいです。寿司三昧ね、好きなんだけどね、高いからね、なかなか行けないですね。ここのね、パンダ飯店でいいんだよ。まあね、この前テレビで出てたんだよね。麻婆豆腐が美味しいらしい。なんか好きよ。さっきすき家行ったんですけども、もうメニューがね、なんかタブレットに変わってましたね。あとでね、お年寄りの方が来られていて、なんかやっぱりメニューがないんで、ね、ちょっと戸惑ってましたね。
まあ一気にだいぶ変わってくるんでしょうね。なんか店員さんの負担軽減にはなると思うんだけどね、注文をタブレットからするとね。はい、久しぶりの瀬戸川の箱へと来てみました。長いこと来てなかったんだけど、市民文化会館、懐かしいね。デカめの公衆電話、障害者の方にも対応する低い電話ボックス。ここもなんかマンションに変わったみたいだね。こんな高層なマンションなかったけど、でここもなくなってるんだ。なんかいろいろ変わってるな。ここは変わってないんだね。ここだけお店があるという。はい、だいぶ四日市の市内です。なんか唐揚げなんかできたんですね。これめっちゃ美味しかったですね。前までここにね、あったんだけど、すっかりいなくなっちゃったんだ。安心安全な無印のカフェラテです。これが一番うまいよね。久々に公園にやってきました。なかなかね、出てくる機会がないんでね、家にいる方が多いんで、家の周りの散歩しかしないで。これなんかの石碑かな。でもすっかりね、蚊に食われたんでね、ちょっとね、頭の額が痒い、ちょっと嫌かな。まあ、たまに森っていうか公園に来るといいっすね。ということで戻りましょうか。なんかフラメンコスタジオなのかな。微妙におしゃれなタイトルですね。なんかすごい岩の壁、すごい。これめっちゃ欲しいんだけどな。かわいいよね。いつも思うけど、コンビニでうな重頼むしてるのかな。まあこれ好きなんやな。ていうかでも普通に頭に置いてるけどさ、あの鼻の上、鼻に置くパターンがあるよ。鼻に置いたり、顎置いたり、枕にして寝たりとか、いろいろ置いたりして、うん、はい、お昼の散歩です。今日はなんかね、30度ぐらいになるとか言ってたんだけど、曇り空ですね。しかもそんな気温上がってなくて涼しいんですよね。なんかでかい鳥がいるね、これ。サギかな？めっちゃでかいんだけど。今ちょっと望遠で撮ってる、3倍望遠で撮ってるけどね。向こうは気がついてないからいいけど、気がつくと逃げていくだろうけどね。なんか虫かな、それともオタマジャクシ取って食べてるのかな。はい、着きました。今日のお昼の散歩終了です。今日リンちゃんおらへんってプーさんな。大好きなリンちゃんおらんな。今日遊んでもらわれへんな。うん、またね。はい、夜の散歩行こう。夫婦行こうか。じゃ。
あ、行こう。豆腐行こう。ちょっと雨が降ってきたんで、さっさと行って、さっさと帰ろうか。なんかいっぱい写真撮ったんで。意外と明るいね、今日はね。とりあえず。カメラはね、標準カメラにしてます。はい、畑の定点観測です。田んぼか。今日もあんまり水入ってないですね。今の時期はぐんぐん伸びる時期なのかな。はい、今日のお散歩は終了です。よいしょ。いいじゃん、こう変わってくる。はい、行くよ。はい、よいしょ。はい。はい、今日も一日終わりやで。散歩一回いっぱい行ったな。朝嫌かったけどね。ということで、今日の散歩は全部終了です。ふふ。じゃあね、俺何嫌がんの。嫌がんだよ。